トさんと。いや、今日は会う約束はしてない。タケオ、これもおすすめ。俺はこれを読破してから帰る。ねえヤマトさん、タケオに何か隠してるでしょ。タケオ、幸せになってほしいの。幸せになってもらわないと困るの。ヨくんが思うようないい子じゃない。どういうこと。そうだよね、ワイルドだよね。それにあの広い方とか集め。タケオくん、大人になるまで指一本触れないって言うんです。いると、よこしまな気持ちになるんです。でもそんなこと言えない。言ったら嫌われ。言ってんの。あのね、タケオはそんなヤワな男じゃないから。そんなことで私、タケオの彼女いい子じゃん。幸せなんだね。私背高くって痩せてたからさ、あれに似てるって男子が言い始めて、あだ名。どうすれば、あんなに綺麗なの。あんなに。なんで告白しなかったの。ありえないじゃん。だって小3と小6だよ。私こいつ、そんなこと気にする男じゃないってさっき自分で言ってたくせに。ヤマトが泣いていた。タケオに一生懸命じゃなかった。もし告白してたら。友達だもんね、ずっと。持久力もある、足が速くてよかったな。走ってきてくれたんだ。俺はヤマトの笑った顔が好きだ。タケオくん、タケオくんが思うような純情な女の子じゃなくてごめん。ヤマト、手をつなぎたいとき俺は遠慮しなくていいということなんだ。自分で聞いて回ったんだ。それで竹雄くんのお部屋に携帯忘れたの。知らなかった。俺に会うために一生懸命してくれた。本当のこと言って嫌われたらどうしようと思って。違うよ、これは嬉し涙だもん。だから全然カウントに入らないよ。そうか、よかった。見せたくないしね。押し入っちゃってたけど、セーフかな。セーフだ。お前に頼みがある。なんとかぶつかったらヤマトがかわいそうだからな。練習させてはお前しかいないんだ。やめろ、気持ち悪い。大丈夫だ。